こんにちは。グノーシア実況プレイ。今日もね、続きをやっていこうと思って、ゲームを立ち上げたんだけど、なんかね、ちょっと違うんですよ。タイトル画面が変わってて、正確にね、どのタイミングで変わったのかっていうのはちょっとわからないんだけど、多分あれだよね。極端な条件でやってみてって言われたところ、まあコメットイベントではね、さすがに変わらないと思うんでね。まあもう佳境ってことですよね。なんか、ああ、終わりが近づいてきてるんだなっていうのをね、こう見せつけられる感じでね、ちょっと寂しくなっちゃいますけど。で、今回はですね、新しいループに入る前に、ちょっと見ておきたいことがあってですね。ここね、セーブデータロードすると、前回のエンド部分からね、また見ることができるので、前回選んでない選択肢を見るというのをやろうかなと。本当はね、前回のパートのおまけとしてつけようかなと思ってたんだけど、ちょっと時間が長くなってたんでね、今回の冒頭でやります。稲葉、一つ教えてくんない？いや、今更なんだけどさ、正直言って僕足手まといだったろ？なんで見捨てなかったの？ここで、まあ、好きだからをね、選んで、ムフフなあれが、いや別にムフフではなかったと思うけど、まあいいやつがね、見れたんで、まあ、まず仲間だからからかな。コメントと自分は仲間だからと答えた。うん、そうだね。ほんと僕、いい仲間を持ったよな。ブンってなんないの？ブンってなんないね。へへ、ありがとね、稲葉。本当は、大好きなくせにな、俺のことが。あ、終わり。そっか。あの、笑顔が見れるのは一番下のやつだけなのかな。じゃあ、手下だからを見てみますか。自分はコメントの手下だから、と答えた。あはははは。そうだね。僕が船長で稲葉が手下だよ。よし、ついてこい稲葉。手始めに船を乗っ取ろうぜ。なるほど。まあいい感じですよね。っていうかさ、自分がループすることが分かってんのにさ、好きだからとか言っちゃダメですよね。まあこのループだと一応シャーミンプロがね、シャープロがね、いてくれるんで、コメットが一人っきりになっちゃうってことは、ないですけどね。俺がいなくなった後にどうなったのかなとか思うとちょっと切ないよね。まあそれはこのループだけではないんだけどさ。はい、ということで続きやっていきましょう。今回はまあ極端なね、条件でやるというのをやってみようと思います。やっぱイベントサーチは使えないんだよね。まあフルメンバーかな。で、グノーシアを多くしてみよっか。最大の6人。これで、人間側で勝つとかだときついけどな。それあるかな。一応なんか人間側の役職でやりますか？上院？まあちょっとこれでやってみるか。これでさ、当たり引いたらね、さすがにね、多分ループ始まるところで、ブブンってなる気がすんだよね。どうかな。あー、普通の始まり方だね。このゲームはね、すごい考えられて作られてると思うんで、なんかノーヒントでパトロールしてきてみたいな感じでぶん投げてくるようなゲームではないですから、なんかね、分かるようになってるとは思うんだけどね。まあ非常に難しい設定ですけど、普通にやってみよっか。じゃあ留守番から、あー、人間関係見てなかったね。ラキオと仲が良くてジョナスと仲が悪い。留守番からお願いします。コメットか。コメットとジョナスね。ジョナスは留守番か。ユリコどうだ。あー、よし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 。ユリコがね、グノーシアだとしたら、割とね、これは大きいよね。ジナ・シゲミチあたりもグノーシアっぽいから、
ユリコはグノーシア側だったのね。格好撃破、あ、終わっちゃった。終わっちゃった。普通に負けですね。ストレート負けですね。ふふ。僕の勝ちですね。レムランはこれなんだ？ああ、グノーシアの方でしたか。さあ、謝ってください。グノーシアの僕に。今まで僕を侮ってきたこと。侮ってないよ、別に。その目、謝れ。全部。ごめんって、なんか。なんかごめん。ああ、やられ申したな。そっか。あ、バグだったんだ、ユリコ。なんか喋るなぁと思ってたんだけどなぁ。じゃあ次のループに進みましょうか。いろいろね、試してみないとね。グノーシア、逆に少なくしてみようか。おう。これだね。100% これですよね。え、ゼロにはできなかったよね、前は。これはね、確認してると思う。最低が1で、最大6なんだねっていうのを見てたと思うんだよね。なるほど。これ見ちゃっていいのかな？見ちゃっていい？フルメンバーでグノーシア0体だったら、事件は起こらないってことだもんね。行ってみるか。あ、グノーシア不在のため。え？設定を修正しました。この条件でよろしいですか？待って。あ、バグがいなくなったってこと？グノーシアがいなくなると、バグも発生しない。俺が死なないからか。第一被害者として。そういうこと？やってみようか。おー！できるんだ。ここは。グノースの手が及んでいない宇宙。船内に汚染者が一人もいない。おそらく唯一の宇宙だ。やはり稲葉場もここにたどり着いたんだね。この、昨日の世界？昨日の世界とは？そう、このループはいつもの開始時点より一日早いんだ。あー、なぜかはわからないけれど。何日目っていうのは出てないからわかんないけど。そうなんだ。0日目ってことですよね、いわばね。さあ、稲葉場、これから何が起きるのか。確かめてみようか。すごいドキドキする。デイゼロ。はあ。あー、コメット。もう稲葉場じゃん、もう来たんだ。鉄も一緒なんだ。今みんなで食堂で飯食ってるからさ、二人とも来れば？和食会。あ、ありがとう。行ってみようか、稲葉場。ちょっとな、コメットとはあのイベントを経てしまったからな。ちょっとなんか、意識しちゃうよね。で、なんか並んでるな。真ん中の席はなんすかあれ、どうなってんの？肉？肉になんか突き刺さってない？食器なのかな？一番奥なんかケーキっぽいの見えるけどね。和食ではないな。ジナではないのか。食堂のテーブルにはみんなが思い思いに持ち寄ったのか、雑多の料理が用意されている。どれが誰の料理なのかとか予想するの楽しそうね。真ん中ちょっとコメットっぽいけど。稲葉場と節も来たんだな。まあ適当に食ってけよ。お、節か。俺さ、まだお前にちゃんとお礼してなかったよな。俺？ルーアン整形でのやつかい。え？礼を言われるようなことがあったかな？何言ってんだよ。お前、俺らのこと助けてくれただろ。そうだよな、ルーアンだっけ。あの星、グノーシアだらけだったじゃん。だらけなんだ。やばいね、ルーアン。セツが誘導してくれなかったらさ、僕らとっくに消されていたって。うん、セツありがとう。さすがセツ周囲ですね。そうか、ふふ、そんなこともあったね。ああ、もう遠い過去の記憶なんですね、セツにとってはね。みんなにとっては直近かもしれないけど。俺だって節には感謝してんだぜ。感謝の気持ちがギラつく欲望に変わっただけで。だからやられちゃうんだよ、シャーミンは。ほれ、溺れる者は、わらをも、うんふんふ、うんふ、つうだろ？
ねえねえ、せつ、シャーミンを助けたの失敗だったんじゃない？全くだ。心底そう思ってる。あー、すごい。え、これハッピーエンド？さすがにこれでは終わらないと思うけどね。あー、重道の隣に SQ ちゃんがいるね。みんな楽しそうに話をしながら食事をしている。せつの顔にも時々笑いが見える。稲葉はもう怪我は平気？怪我？怪我したのか？ルーアンで？ああ、そういや稲葉、結構な大怪我してたっけな。うん、ものすごいことになってたよね。そうなん。てっきり稲葉、俺みたいになると思ってたんだけどな。ま、治ってよかったわ。これは回帰祝いだな。もう治ったの？デイゼロの時点で、ルーアンでの一件から結構経ってんのかね。しばらく食事に付き合った後、セツと二人で食堂を抜け出した。稲葉場が怪我をしていたなんて初耳だよ。だけどみんなはそのことを知っている。このデイゼロの後に何か記憶を改ざんされるんですかね、みんな。俺の怪我の話なんてこれまで聞いたことないもんね、俺もね。グノーシャはいないことだけじゃない。やはりこのループは今までとは違うようだね。そういうことか。それに、ふふ、奇妙な感じだよ。今まで互いを疑い、騙し合ってきたみんなが、あんな風に仲良く過ごせるなんてね。まあでも、割と仲良くはやってたよね。人木とかね。もしこのまま。すまない。なんでもないんだ。行こうか、稲葉ば。他の乗員にも話を聞いてみよう。このまま、終わればいいけどね。ん？どうした？何度も言わせないでほしいんだけど、グリーゼ方面に航路を設定するのが一番効率的なのは明白じゃないか。全くどうしてわからないかな。揉めてんの？ラキオさん、もういいですから。しかしだ、このジョナス、船長としてそれは、おや、ふふ、噂をすれば影か。誰の噂をしてた？俺？セツかな？ん？ステラーがちょっとおかしいね。え、稲葉様？ステラだけ反応がおかしいな。せつ、現在我々は当選の今後の進路について協議している。そこで軍に属する君に問おう。噂をしていたのはせつの方か。我々はグノーシア汚染によって壊滅したルーアン政権から、辛くも逃れてきた避難者だ。そしておそらく他に生存者もおるまい。従って我々には、ルーアンの現状をしかるべき機関に連絡する義務があるだろう。ここからほど遠いオウダン軍基地に向かうべきかと愚行するが、ちゃんと船長やってんねえ、ジョナスね。まさしく愚行だよ。軍なんかに捕まったら報告だの検査だのとどれだけ拘束されるか知れたものじゃないだろう。僕はごめんだね。それでグリーゼの方に向かいたいのか。自分の故郷に帰る？とまあふふ、この通りさ。せつ、どうしたものかな。そうだな。乙女もいんの？うん、セツさんが決めてくれたらいいと思うの。喧嘩しないで済むし。まあ、セツの一存だけで決めちゃうのもちょっとどうかなって思うが。ククルシカもうなずいている。ルーアンに関する報告は私がしておこう。だから、わざわざ基地に立ち寄る必要はないだろう。よろしいのですか？青函航行の規定によれば、グノーシア汚染が発生した場合、関係者は速やかに。いいさ、この船に汚染者がいないことが判明している以上、規定に従う意味もないからね。はは、これ驚いたね。セツ、君も意外と話がわかるじゃない。ふむ、ならば是非もなし。ラキオの希望通りグリーゼ星系へと向かおう。ああ、よかった。ありがとうございます、皆さん。それにラキオさん。礼などいらないよ。僕はただ、とっととグリーゼに戻りたいだけさ。やっぱそういうこと？いいえ、わかってます。もし基地に行ったら僕はまたあの人に。ええ。だからラキオさん、僕のことを心配してくれて、皆さんには誤解されているかもしれませんけど、ラキオさん本当にいい方なんです。マジで？そうなん？ここにいる全員が同意すると思うけど、レムラン、君、相当に気持ち悪いよ。睨まないの。ジョナスさん。グリーゼの方に行くなら途中で惑星ナダで降ろしてもらえるととても嬉しいのです。研究所に帰るの？ナダちょっと見たいな、俺も。
ナダには私のお家があるので、いつか俺を招待してくれるって言ってたけどね。あれはまた別のループだからな。無論構わんとも。ふふ、レディーのエスコートは紳士のたしなみだからな。さすがジョナス。乙女でもハードルが高いとは感じないんだね。誰かさんとは違って。やったー、ありがとうなの。はあ、吉門さん元気にしてるかな。会えるといいね。よかったね。と、嬉しそうに乙女を見つめている。そうだ、ククルシカさん。ククルシカさんはこれからどうするのです？ククルシカはゆっくりと手を振っている。暴れんなよ。何？何のポーズ？乙女、ククルシカはなんて言ったの？寝たり起きたりして死ぬまで楽しく生きれればいいかなって。ああ、いいね。そうなんだ。キュッ、そうだ。よかったらククルシカさん一緒にナダに来ないですか？ジョナスが許すかな？きっとククルシカさんお友達いっぱいできると思うの。どうかな？ククルシカはただ静かに微笑んでいる。これからか？未来はあるんだね。ふふ、忘れていたよ。私には手が届かないものだから。ここでループが終わればね。一緒に地球に帰って。エビ。一緒にエビ漁を、ね、営むことができるんだけど。ねえ、稲葉ば、もしループを止めることができるとしたら、私はこの世界でループを止めたい。グロンシア汚染者のいない、この世界で。ああ、説。そう、この世界だったら全員に未来があるんだ。そうだな。このループじゃないと、誰かはね、グノーシアに襲撃されてしまいますもんね。必ず犠牲者は発生しちゃうもんな、グノーシアが出ると。おお、出た。それはまだ見てなかったな。ちょっと惑ってるオーラが暗黒すぎないですか。だが稲葉は、お前には未来などない。出会い頭に罵られた。ユリコ。なぜなら稲葉は、お前はこの宇宙にあってはならぬ存在だからです。これ今回フルメンバーだけど、グノーシアゼロ で、もっと少ない人数でやってたらどうなるのかね。あ、治っちゃうのかな、一緒にバグと。そうかもしれないな。なぜなら稲葉は、お前はこの宇宙にあってはならぬ存在だからです。いい加減にしてくれないか、ユリコ。なぜそんな言いがかりを。あ、ステラ。いいえ、セツ様。ユリコ様のおっしゃる通りです。ステラまでそんなことを。稲葉様はルーアン星脱出の際、事故に巻き込まれて重傷を負われました。そのため医療ポットで治療を続けておられますが、その治療が終わってここにいる。ただそれだけのことだろう。ですが、ステラだけ何かを知ってる。俺はその事故で死んだのかな。ふ、説、所詮言葉では伝わるまい。己の目で確かめてくればよいでしょう。わかった、医療ポットを確認しに行こう。やば。ええ、もう一人の俺がいるとか。これだね、このポットには確かに誰か入っている。ステータスは治療中。もうじき終わるみたいだ。ここで待っておこうか。もう一人の俺か。そういうことか。セツ、正直に言えば私は怖いんだ。だけどね、覚えてる？疑うな、恐れるな、そして知れ。すべては知ることで救われる。最初に言われたやつか。昔稲葉ばがそう言ってくれたよね。私もそう思う。私たちは知らなければならないんだ。俺が言ったんだっけ？セツが言ってくれたんじゃなかったっけ？そうだよね、その言葉は最初のループでセツが言っていたが。あれ？まさか覚えてないの？あ、そうか、ふふふ、なるほどね。いや、なんでもないんだ、気にしないで。それより、見て。治療が終わったみたいだ。ポットは開くよ。どうする？
もう一人のジョナスだったら。すげえ嫌だよな。ねえ、稲葉ば。もし稲葉ばが、君が何者であったとしても、私は君を。やっぱりか。ポットの中にはもう一人の自分がいた。そしてもう一人の自分が目を開けた瞬間、致命的なエラーによりこの宇宙は消滅しました。同じ人がね、二人いたらね、バグが発生したっていうことか。ああ、ちょすいません、何ですか。何も見えない。これは一体。あ、セス、ひどく不安定な世界みたいだね。あ、宇宙消滅の余波でこんな世界に飛ばされてしまったみたいだ。え、おそらく長くは持たないだろう。そのノースリーブシャツいいね。これはさっきの宇宙が崩壊した後に二人とも同じまた世界に飛ばされてきたってことか。いい機会かもしれない。二人で話し合って考えをまとめておこう。さっきのループ、グノーシア汚染者のいない世界にはもう一人の君がいた。ならば君はどういう存在なんだろう。本物の稲葉？クローン？あるいは稲葉のふりをしている偽物？いや、本物なんじゃない？両方。自分は本物だ、と答えた。そうだね。君ともう一人の君。どちらも本物の稲葉だ。私もそう思う。同一の存在による矛盾の発生と対消滅。それによって宇宙が消えたのだろうから。だとしたら、今までにループしてきた宇宙にも、もう一人の稲葉はいたんだろうか。君はどう思う？医療ポットなんて言ってないですもんね。でも俺が二人いると宇宙は消滅してしまうと思うんで、グノーシアにやられてんのはもう一人の俺なのか。もう一人の俺がやられた後に俺はループしてんのかな。いつもいないんだよね。いなかったんじゃないかと答えた。これまでの宇宙は消滅していない。だからもう一人の稲葉もいなかった。そう。だけど、思い出してみて。前にラキオが言っていたはずなんだ。もう一人の稲葉が船内にいたと。そしてもう一人の稲葉がどうなったのか。これもラキオの言ったことだけど覚えている？忘れてはいないけどね。まあ、グノーシャにやられたんだよね。ラキオは消えたと言っていた、と答えた。そう、巻き戻った私たちが目を覚ます前に消えていたんだ。では、もう一人の稲葉場を消したのは誰？グノーシアじゃないの？グノーシア。グノーシアだ、と答えた。ああ、なんか図解が。その通り。便利だな、これ。出してるんですかね、説が。その通り、船内のグノーシア汚染者がもう一人の稲葉場を消していた。そのため、君ともう一人の稲葉場。二重の存在の問題はこれまで起きなかった。だが汚染者がいなければ宇宙が消失する。だから今まで汚染者のいる宇宙にしかループできなかったんだ。私たちがこの先も存在を許される宇宙はそこにしかないから。なるほど。私はね、稲葉、あの船に汚染者がいない宇宙で思ったんだ。できることなら、あの宇宙で、みんなが犠牲になることもなく、みんなに希望がある宇宙で、ループを終わらせたいと。
だから。ミナババ、やはり鍵だ。この状況を打開するには鍵が必要だと思う。銀の鍵が満ちるまで、可能な限り、すべての情報を集めるんだ。まだ知らないこと。船のみんなのこと、すべてを。そうすればきっと稲葉場は、ループから解放される。この宇宙は崩壊しました。また。ここでは、そうか、見れないか。突起事項を、だから、回収するっていうのは、全部終わらせないといけないということだな。なるほど。くそー、面白いな。どうなるんだ、この後。あと、突起事項は、SQ とレムナン？どう説か。あー、楽しみだけどね。でも終わりたくない。早くね、説をね、ループから解放してあげたいという気持ちもあるんだけど、でもずっとループし続けていたいなっていう相反するね、あれがありますよね。あー、いや、今回はほぼほぼあれでしたね、ノベルゲームでしたね。次回はじゃあまた気を取り直してね、突起事項収集を続けていきましょうか。はい、じゃあこのパートはここで終わります。また次のループでお会いしましょう。お疲れ様でした。さようなら。